こんにちは、ハルです。今回は Excel で様々なメニュー画面やダイアログボックスを開いたときにマウスを使わずにキー操作だけでカーソルを移動したり項目を選択する方法をご紹介していきます。どのようなことをやっていくかというと、例えばよく使うこのセルの書式設定のダイアログボックス、普段はマウスでタブを選択して分類を選んだり種類を選んでいくと思います。この一連の作業をキーボード操作だけで行っていく方法をご紹介していきます。場合によってはマウスを使った方が効率的に作業を行えるシーンもありますので、キー操作だけで完結できることを知っておいていただいて、あとは皆さんの日々の業務に応じてやりやすい方法を選択していただければと思います。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。さて、本日扱っていくキー操作は大きく8つあります。先ほど例に出したセルの書式設定のダイアログボックスの配置タブに全てのエッセンスが詰まっているので、順を追って操作方法をご紹介していきましょう。今配置タブの周りに黒い点線が当たっています。ここでキーボード右下のカーソルキー、矢印キーを動かしていきましょう。右カーソルを押すと右回りにタブが切り替わっていきます。同様に左カーソルを押すと左回りにタブが切り替わっていきます。ただし選択したいタブにカーソルを合わせて、例えば下カーソルを押しても中の項目には入り込んでいってくれないんですね。タブの切り替えは左右のカーソルで行っていただきますが、その中の詳細項目の設定に切り替えるためにはここでタブキーを押します。そうするとまずは文字の配置の中の横位置設定にカーソルが合いました。タブキーを押して詳細項目の設定に入り込んでいただいたら、この中の項目同士の移動もタブキーで行っていただきます。何回かタブキーを押していただくと、もう一度配置タブの周りに黒い点線のフォーカスが戻りました。そしてタブキーを押しすぎて少し行き過ぎてしまった時はシフトキーを押しながらタブキーを押すと逆回りに移動することができます。続いて詳細項目の選択に移っていきます。項目の選び方の種類として、このようにリストを開いて選択していくパターンと、下の文字の制御のようにチェックをつけていくパターンがあります。リスト形式の項目選択は開きたいリストが選択されている状態で、下カーソルキーもしくはスペースキーを押しましょう。そうするとリストが開いて用意されている項目が選択できるようになります。この中の移動は下カーソルもしくは右カーソルで下方向に移動していきます。そして上カーソルもしくは左カーソルで上方向に移動していきます。続いてチェック形式の項目を選択する方法です。基本的にそれぞれの詳細項目にはアクセスキーというアルファベットが裁判されていますが、このアルファベットのキーを直接押していただくか、オルトキーを押しながらこのアクセスキーを押していただきます。例えばオルトキーを押しながら V を押すと縦位置設定のリストを直接開くことができます。そしてチェック形式で選択していく詳細項目のアクセスキーを押していただくと、そのチェックボックスにチェックが入ります。ここでセルを結合するオルト M を押していただくと、セルを結合する項目にもチェックを入れることができます。このチェックについては、その項目にカーソルが合っている状態でスペースキーを押してもチェックを外したりチェックをつけたりすることができます。シフトタブで戻っていただいて、折り返して全体を表示する項目にカーソルが合っている状態でスペースキーを押すとチェックが外れたりチェックをつけたりすることができます。そして項目の決定と実行ボタンです。特にリスト形式の詳細項目を選択する場合は、下カーソルで項目を開いて設定したい部分にカーソルを合わせた状態でここでエンターキーを押します。リストを開いている状態でエンターキーを押すと項目の決定をすることができますが、タブキーで詳細項目同士を移動できる状態でここでエンターを押すと、この右下の OK ボタンを押したことになります。一度エンターを押してセルの書式設定のダイアログボックスを閉じてみましょう。最後に選択項目の取り消しとメニューやダイアログ自体の終了をやっていきましょう。例えば文字の配置を選択したものの特に何も選択せずに戻りたい場合は、ここでエスケープキーを押しましょう。そうすると最初にデフォルトで設定されていた標準の形式に戻りました。縦位置の設定ももともと中央揃いだったものを、例えば均等割り付けの項目を選択しようとして、ここでエスケープキーを押せば特に何も選択されずに元々設定されていた中央揃いの形式に戻ります。そしてタブキーで項目同士を移動できる状態で、ここでもう一度エスケープキーを押すと、今度は右下のキャンセルボタンを押したことと同じことになります。これでエスケープキーを押してみましょう。そうすると特に何も実行されずにセルの書式設定のダイアログボックスを閉じることができます。ここまで演習してきたキー操作を踏まえて、 Excel で用意されている様々なメニューやダイアログボックスを触ってみましょう。もう一度セルの書式設定のダイアログボックスを開いて、右カーソルもしくは左カーソルで他のタブにも行ってみましょう。表示形式にカーソルがあったら、ここでタブキーを押すと今度は分類の選択にカーソルが合っています。ここで下カーソルもしくは右カーソルを押していくと下方向にカーソルが動きます。上カーソルもしくは左カーソルを押していくと上方向にカーソルが移動していきます。そして選択したい項目にカーソルが合っている状態でタブキーを押すと、その次の詳細項目の設定に移ります。もう一度タブキーを押すと、その中から項目を選択することができます。ここでエンターを押すと実行されて、セルの書式設定のダイアログが閉じられます。もう一度開いて他のタブも選択していきましょう。フォントタブでもタ
タブキーをしながら詳細項目間を移動することができますし、リスト形式の項目であれば下カーソルを押すと詳細項目を選択することができます。そしてオルトキーを押しながらそれぞれのアクセスキーを押していっても詳細項目を切り替えることができますし、特に何も設定せずに終了する場合はエスケープキーを押せばその詳細項目から離れることができます。チェック形式の項目はアクセスキーで設定していただいても結構ですし、ここにカーソルが合っている状態でスペースキーを押していただいても結構です。続いてタブを K 線タブに切り替えて、一度タブキーで項目同士を切り替えていきましょう。他のタブと同様にタブキーを押しながら詳細項目同士を移動することができます。セルの書式設定はこのあたりにして、続いてよく使うのが置換機能です。データベースに入力されている統一された値や文字列を共通の数値やテキストに変えたい場合に使う機能ですね。こちらを開いた状態だと、まず検索する文字列にカーソルが合っている状態なので、例えばここに基本と打っていただいて、ここでタブキーを押すと続いての置換後の文字列にカーソルが合います。今回は基本という文字を何も表示しない消していく置換をやっていくので、この状態でタブキーで全てを置換に移っていただいても結構ですし、少し離れてオルトキーを押しながら A を押しても全てを置換が実行されます。2件置換しましたということで、もともと A2 セルと A3 セルに入力されていた基本移動の基本が消えて移動をという文字列だけになりました。置換が完了した後のこの2件を置換しましたというちっちゃいポップアップも Enter キーを押せば閉じることができます。このダイアログボックスもタブキーを押しながら閉じるにカーソルが合っている状態で Enter を押しても結構ですし、最もシンプルにどこにカーソルが合っていても閉じることができるエスケープキーを押して閉じていただいても結構です。続いては入力規則です。特に Excel のシートにドロップダウンリストを設定する際によく使うメニューですが、この設定タブにカーソルが合っている状態でタブキーを押しましょう。そうすると入力値の種類がリスト形式で選択できます。リスト形式ということは下カーソルで開きます。この中のリストを選択してまずは Enter を押しましょう。そして入力値の種類としてリストが選択されている状態でタブキーを押すと一気に元の値を選択するところまで飛びます。ここはさすがにマウスでドラッグしながら Excel のシート上の対象範囲を選択するしかないかなということになりそうですが、この元の値にカーソルが合っている状態で矢印キーを押していくと Excel のシート上でリスト化したい範囲を選択することができます。例えば A2 セルにカーソルを合わせて Shift コントロール下カーソルを押すと、今回演習してきた様々な基本動作の項目の範囲が全て選択されました。これで Enter を押すと、もともとアクティブになっていた A の10セルにリストが設定されて、こちらを開くとドロップダウンリストの元の値として範囲選択した全ての項目が表示されています。こちらの書式は一旦全てクリアにしておきましょう。続いてセルの挿入や削除をする場合です。挿入方法の選択画面でもカーソルキーを押しながら切り替えることもできますし、それぞれに裁判されているアクセスキーで切り替えることもできます。ここでタブキーを押していくと挿入の仕方の選択と OK キャンセルという切り替えになっていきます。挿入方法を選択した状態で Enter キーを押すと実行されて、指定した通りに右方向にセルがずれていきました。続いてセルの削除も行っていきましょう。こちらもカーソルキーもしくはアクセスキーで削除形式を選択していただいて Enter を押して実行すると、アクティブになっていたセルが削除されて、指定した通りに左方向にセルがずれていきました。続いてはグラフの挿入です。このおすすめグラフと全てのグラフのタブも左右のカーソルで切り替えることができますし、全てのグラフが選択されている状態でタブキーを押すと、その中の様々な項目を選択することができます。そして設定したいグラフでタブキーを押すと、今度はグラフの種類を選択することができるんですね。特に何も表示されませんが、一度これで Enter を押しましょう。実際に数値がインプットされているデータであれば、こちらに棒グラフが表示されます。こちらは消しておきましょう。続いてはマウスの右クリックを押すと出てくるこちらのコンテキストメニューです。このメニュー内も上下のカーソルキーで移動することができますし、それぞれに裁判されているアクセスキーを押していただいても項目を選択することができます。エスケープキーを押せば特に何も実行されずにメニューを閉じることができます。続いては印刷画面ですね。こちらもタブキーを押して項目間を移動することもできますし、例えば印刷部数については上下のカーソルで部数の設定も切り替えることができます。タブキーを押して設定プリンターも変更が可能ですし、選択したいページもこちらの上下のカーソルで設定することができます。基本的に印刷メニューは詳細項目の設定がリスト形式なので、下カーソルで開いて選択しながら Enter キーを押して決定をしていきます。全ての設定が終わったらエスケープキーで離れていきましょう。続いては画面のズームです。このズームのメニュー内でタブキーを押していくと、デフォルトで用意されているいくつかの倍率を選べる項目と、詳細な倍率を手入力で指定できる項目、そして OK キャンセルと続いていきます。例えばデフォルトで用意されている倍率の中から 200% を選択して Enter を押すと、画面が非常に大きくなります。もう一度ズームのメニューを開いて、今度は手入力で 150% と指定して Enter を押すと、元の倍率に戻すことができました。続いて Excel の様々なオプションを選択できる画面です。こちらも設定できる大項目はカーソルキーで選択することができますし、選択したい大項目でタブキーを押すと、今度はカーソルが詳細項目に移動していきます。この詳細項目同士の移動も基本的にはタブキーで行っていただきます。この Excel のオプションは項目数が非常に多いので、行き過ぎた場合にシフトキーを押しながらタブキーを押す逆移動も非常に便利ですね。そしてチェック形式の項目にはスペースキーを押してチェックを入れたり入れなかったりすることができます。何か設定をして実行したい場合はここで Enter を押しても結構ですし、特に何も実行せずに閉じたい場合はエスケープキーで離れることができます。最後に以前のアクセスキーの講座でやった文字色の変更や塗りつぶしについてもおさらいしておきましょう。入力したデータの文字色を変えたい場合、基本的にはマウスで選択していただいた方が
、こちらは効率的かもしれませんが、実はこの中もカーソルキーで移動することができることだけ覚えておきましょう。このような形ですね。こちらはセルの塗りつぶしも同様です。設定した色同士を上下左右のカーソルキーで移動することができます。この状態でエンターキーを押してしまうと、今選択されている濃いめの色で塗りつぶしが実行されてしまいますが、ここでエスケープキーを押していただければ、特に何も実行されずに塗りつぶしの画面を離れることができます。現在 Alt H を押した状態なので、ホームタブのすべてのコマンドにアクセスキーが表示されていますが、こちらもエスケープキーを押しながら戻ることができます。以上のように、今回は Excel に用意されている様々なメニュー画面やダイアログボックス内をマウスを使わずに移動したり、項目を選択したり、そのメニュー画面から離れたりする方法をご紹介しました。今回演習した内容は、慣れるまでは非常に作業スピードが落ちてしまいますし、場合によってはマウスを使った方が効率的に操作が行えるシーンもありますので、皆さんの日々の業務に合わせてぜひ使い分けていただければと思います。このように、このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。